テスラの未来を大きく左右する重要な発言がありました。アークインベストのキャシー・ウッドさんが、テスラは地球上で最大の AI プロジェクトだと語り、なんとイーロン・マスクさんがその意見に同意したんです。さらに、待望の新型ロードスターについても新しい特許が出願されました。一部の人が期待していた 飛ぶロードスターではありませんが、それ以上に現実的で興味深い技術が盛り込まれていることが分かりました。そして社内からもイーロン・マスクさんのリーダーシップを 強く支持する声が上がっています。おはようございます、ケンです。今日のこの動画では、これらの最新ニュースをお届けしていきたいと思っていますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず紹介したいのが、アークインベストのキャシーウッドさんの発言です。彼女は、テスラを地球上で最大の AI プロジェクトだと表現しました。これは単なる車のメーカーではなく、 AI を軸にした巨大なプラットフォーム企業だという視点です。さらに彼女はテスラのロボタクシーエコシステムが今後5年から10年の間に8兆から10兆ドル規模の収益を生み出す可能性があると語りました。これは全世界の GDP 約113兆ドルのうちおよそ1割に当たるインパクトです。 これほどの成長余地がある業界にテスラはど真ん中で関わっているというわけになります。そしてこの発言に対してイーロンマスクさんは自身の X でトゥルー、本当だと一言コメントしました。さらに自動運転車は今後1から2年のうちに GTP 成長に明確な影響を与えるとも発言しています。 ここで注目したいのは、イーロンマスクさんが単に将来の可能性に言及しているだけではなく、かなり短期的なタイムラインで影響が出ると考えている点です。投資家にとってこの視点は非常に重要です。なぜならテスラの AI 戦略が数年先ではなく、目の前の業績や評価に直結してくる可能性があるからです。 では次に紹介するのは新型テスラロードスターに関する新しい特許です。これまでイーローマスクさんはスペース X パッケージを使って車が空を飛ぶかもしれないと語っていました。過去にはロケットスラスターを搭載して加速やジャンプ性能を飛躍的に高めるという構想もありました。しかし今回の特許の内容は方向性がやや異なります。新しい特許ではファンと 可動式のサイドスカートを使って、車体下部に空気を閉じ込める構造が説明されています。この仕組みによって、地面との間に負圧、つまり吸い付くような力を生み出し、車体を路面に強く押し付けるんです。これによって加速時やコーナーリングの時の安定性が格段に向上します。この方式はいわゆる ファンカーと呼ばれるもので、過去に伝説的なレースカーでも使われていたという技術です。こちらに関して僕もよくわからない技術でしたが、YouTube でぜひファンカーで調べてみてください。ファンカーについての動画がいくつかありました。そちらをご覧になってもらうとイメージがつきやすいと思います。 ただし今回の特許ではそれを現代的にアップデートし AI による制御や走行モードに応じた動作制御などより洗練された内容になっていますここで大切なのは飛ばないから残念ではなく飛ばないことで現実的で安全かつ効果的な技術になっているという点です実際走行速度に依存せずにダウンフォースを得られるというのは 既存のスポーツ EV と比べても非常にユニークな強みです。テスラのロードスターはリマックネベーラやローダスエヴァイアといった超高性能 EV と競合する存在です。今回の特許技術が搭載されればそれらとの差別化っていうのに繋がっていく可能性もあります。では最後に紹介するのは テスラ社内からのリアルな声です。オートパイロットプログラムに関わるシニアスタッフエンジニアユンタツアイさんが自身の X アカウントでイーロンマスクさんに対する指示を表明しました。ツアイさんはこう語っています。イーロンマスクは過去8年間 ほぼ無報酬でテスラに出社し続けてきた。彼のような創業者でなければ、とっくに会社を去っていてもおかしくない。私は自分の給料よりも、イーロンさんの方が低いと冗談を言っていたが、それは本当だった。さらに彼は、イーロンマスクが動機づけることは、私たち従業員全員にとってもモチベーションになると語り、イーロンマスクさんがテスラのトップである限り、自分もここにいたいと明言しています。 今回承認されたイーロンマスクさんの新しい報酬パッケージは9600万株相当、約290億ドル規模と報じられています。これに対しては外部からの批判の声もありますが、こうした社内からの率直な評価っていうのは、テスラに投資をされている方にとっても貴重な判断材料になるのではないでしょうか。トップがどれだけの報酬を受け取るか以上に、なぜそれだけの価値があるとみなされているのか、 これが重要になってくると思います。従業員からの強い信頼とテスラという企業に対する誇りがこの発言からにじみ出ているんじゃないかなと思います。はい。ということでいかがだったでしょうか今回はキャシー・ウッドさんとイーロン・マスクさんの注目発言、そして新型ロードスターの特許技術、さらにテスラ社内からのリアルな声をご紹介しました。テスラは単なる電気自動車メーカーではなく、 AI やロボタクシーといった次世代産業の中心を担う企業へと進化しています。しかもその進化は数十年先ではなく1年から2年という非常に短いスパンで僕たちの生活や経済に影響を与える可能性があるということにもなります。その一方で、 今回の新しい特許のように、現実的かつ実用的な進化を重視する姿勢も見えてきました。このバランス感覚こそがテスラの強みであり、長期的な価値を支えていくんじゃないかなと思いますけれども、皆さんはどう感じられたでしょうかぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。 はい。ということで、最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は上昇し、現在319ドルとなっております。はい。ということで、本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報は ほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。輻射熱装置のエコウィンハイブリッドの体育館での体育館を8月下旬から4カ所で行う予定でしたが、昨日9月8日の大宮の体育館の方が 体育館の修理が発生したということで、できなくなったと連絡がありました。これはエコウィンの修理ではなくて、体育館の修理のようです。 僕も行く予定にしていたんですけれども非常に残念です。もう飛行機は予約を取ったので東京には行こうかなと思っていますけれどもせっかく体感できるチャンスだったので本当に残念です。ただ他の体育館は予定通り行う予定のようなので行けそうな方がいらっしゃったらぜひ体感されてみてください。特に経営者の方、設備担当の方、 これから空調機器の更新などがある方の参考になると思います。体育館のような巨大な空間がエコウィンでどのようになるのか体感するなら夏か冬がベストです。今年の夏最後の体感できる機会ですので、 ぜひ行かれてみてください。今、体育館や学校などで増えていますが、今後は企業さんへの導入が増えていくと思います。ぜひ設備担当の方は、この真夏の副車熱、今しか体感できないので、ぜひ体感されてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた